180ぐらい。ちょっとほんまに。すごい。中まで。あ、でも中は何かに貼り付けてるの。チョコでコーティングした。ああ。それどうなったの最終的に出来上がったやつ。誰かに食べられたの？いや、多分死んだと思う。もったいない。あれシュークリームの皮膨らむの難しいんだって。あれは本当にちゃんと分量を決めきちんとやらないと。それトライしてください。シュークリームはトライですか？失敗しても持ってきます。じゃあこれ食べて食べよう。すごく順番なの。あれが好きですよ。大体片手でやると思うから。でも大体みんなじゃあお母さん食べてみたいなる。はどっちがいいですかね。違ってなければどっちがいい、手作りと。でも、全然どっちでもいいんじゃない。なんか気持ち悪いっていう人もいるよね。あげたけ。あ、そうだよ。あげてもらったことないけど。最高。最高。普通に手渡しでもらったはず。最高。は、多分30個で。すげえ。持って帰るね、こうやって。両手で。すごい。そうだよ。名前も。ちなみに作家の山ちゃんは最高。でも、そうだよね。う時はしてたけど、中学とか、後輩とかからもらうから、そこに返しに行く。